もう気づいた。人にとって尊重されるべき場所の地位を保つことにとってもこれからは重要。
それから今の京都ですよね。この京都すごくインパウンドが多いんですけれども、歴史的な美しさとですね、文化的重要性で世界から観光客を引き寄せている京都、ね、これに対してオーバーツーリズム、キャパが溢れてしまっちゃったですよね。観光問題という観光公害という問題が直面してますね。本当に辛いです。観光公害はですね、観光客の急増によって応じる環境や社会への負担を差し、交通渋滞、文化財の損傷、住民生活への影響などが含まれてしまいますよね。京都市ではですね、特に宿泊施設の不足からホテルをたくさん建ててしまう民泊等の問題も発生しましたよね。民泊でのトラブルありましたですよね。それから祇園花小路ですね、今問題になっている無断撮影によるプライバシーの侵害、舞妓さん芸妓さんをまるでアトラクションのイベントのお人形さんのように撮影している、これもちょっといただけなかったですね。はい。それに交通機関、市バスの混雑などが大変問題になっております。子どもたちが乗れないんですよね。遠足の子どもたちが乗れなくて、本当に乗りなんていうんですか、乗れなくて、ごめんなさい、乗り越しというか分けて乗っておられるんですよね。ああいう姿っていうのは本当に辛かったですよね。考えられないことですよね。はい。でもこれらの問題はですね、観光客と地域住民との間で緊張を応じさせてですね、結果ですね、大きなトラブルに発展しなければいいんですけれどもね。ね、諸外国ではいろんな問題でですね、ちょっとトラブルがあるような暴力的な行為も SNS で見かけたこともあります。まあ日本人はね、おとなしいですからね、そういうことはしないと思いますけども ね。これからはですね、京都市は観光推進計画を見直してですね、観光客の数をですね、抑制する方向に舵を取っていただくことがやっぱりベターじゃないでしょうかね。本当このような状況の中ね、継続的な持続的な可能を観光を目的とすることが求められているんじゃないかな。観光客のマナー向上や地域住民との調和を図るためにもこれから対策が必要だと思います。1時半の間やってる。2時間休みやる。まあ来年。木金は18時30分から21時。もともと15年契約だった。